他对我们也非常欣赏，就是这是应该是中国第一款第一家公司能够量产的，现在能在苏宁买到的。嗯，现在国际上同类型产品的话，你们有竞争对手吗？现在就量产了。中国の投資会社の女性経営者がベンチャー企業に資金を投入すべきか吟味する。在经营这一轮融资的过程当中，你们需要多少的资金呢？3亿人民币。对，怎么一个资金的资金？简单来讲呢，是为了我们未来更快的下一步发展。今中国で1日に起業する会社は12000社。株式上場を目指し、次世代産業の分野に続々と名乗りを上げている。そこに流れ込むのが、総額1800兆円とも言われる個人資産だ。14億人を巻き込んだ投資ブームに沸き立っている。ブームを引っ張るのは、新たに登場した民間の投資会社。利回り 30% を謳い、富裕層から金をかき集め、投資する。那你就告诉我，你投8000万，你希望多少时间回本？我当然希望半年内回本啊。那这个是做不了的。我跟你说，我即便认为你这水真的能治病，但是我需要的是赚钱，我不做情怀。さらにインターネットで庶民から素早く金を集める新手の金融ビジネスも登場。こちらは年利 9%、元本、利息とも保証する。始めてから何分です？20分の。加熱するブームの陰でトラブルも頻発している。世界の工場から脱皮し、新たな成長産業を求める中国。14億人の個人資産を次なる発展の起爆剤にできるのか。飽くなき成長を追い求める中国の官民挙げての壮大な実験を追った。上海市浦東新区、近未来的なビルが密集するこの地区は金融城と呼ばれる中国随一のマネーシティだ。この街の1日の取引額は30兆円を超えるという、中国経済にマネーという血液を送り込む、いわば心臓ポンプだ。大手国有銀行をはじめ6000ほどの金融機関がひしめくこの街で、今新たな勢力が存在感を増している。新興の民間投資会社だ。この日はバーチャルリアリティの分野で有望なベンチャー企業を探そうと投資会社が集まっていた。我们其实大家都知道 VR 是个非常火热的行业，无论是对投资、对各个创业公司，或者对所谓在创业公司中在创业的各行各业。4年後には世界で7兆円規模に膨らむと期待されるバーチャルリアリティ、その市場を投資会社がこぞって狙っている。新興投資会社の経営者は20代から30代の若者たち。億単位の資金を預かり、お目当てのベンチャー企業に先を争うように投じている。因为我们也是做风投，然后专门投 VR 的，有好几家
公司都是我们跑的。この日会場を一番沸かせたのがこの恋愛体験ゲームだ。投資会社の経営者韓正慶さんも有望な投資先を虎視眈々と狙っていた。其中有一家游戏公司我会去跟他对接，我可能有意向去，就那个就是一个女孩子，就是男生泡妞的那个。ハンさんは金融庁の投資会社でも珍しい若手の女性経営者だ。会社の創立は4年前。中国の輝かしい発展に寄与したいという思いを込め、柿集団と名付けた。社員は50人。ハイテク分野のベンチャー企業に億単位の金を投資。株式を上場させることで利益を得る。金の出どころは資産家や企業経営者など限られた富裕層。預かった50億円の資産を3倍の150億円に増やしてきた。ハンさんが自らに課している運用利回りは年 30% だという。この日、高級タイルメーカーに投資したいという共同経営者からの提案が議論となった。他们 A 轮呢需要融资，需要融资六千万。A 轮融资六千万。他已经上了吗？准备在。你要想想看，这六千万我们投到别的项目里面，我们的这个，对吧？收益有多少？就传统产业，对，你还是想要进去的。A 股上海证交所上市，这个概率还是比较高的，还是比较高的。我们现在不能说概率问题，毕竟这个是真金白银投给他们，是吧？这个对。还有就是说，有意向。投資にあたって、ハンさんが最も重視するのは、高い成長力があるかどうか。たとえ確実性が高くても。収益率の低い古い産業は相手にしない。まさにハイリスクハイリターンだ。今回の投資は再検討となった。中国で沸き立つ投資ブーム。背景には新たな成長を求める国の思惑があります。今、中国政府は世界の工場から脱皮し、自力でイノベーションを起こせる創新型国家への転換を急いでいます。そのため、航空宇宙や新素材、バイオ、医療機器など10の成長分野を定め、次世代産業の柱に育てようとしています。充分激发企业家精神。调动全社会创业创新积极性汇聚起推动发展的蓬勃力量。ここで課題となっているのが成長産業を育てるための資金です。かつて中国の経済成長を支えていたのは国有銀行と外国からの投資でした。その資金が国有企業や外資との合弁会社に流れ込み、世界の工場を実現しました。しかし、成長の鈍化で、外国からの投資は頭打ちになり、国有銀行は既存の産業の維持で手一杯。そこで国が注目したのが、1800兆円とも言われる14億人の個人資産です。問題は、成長産業にそのマネーをどうやって注ぎ込むか。政府が考えたのは、それまでほとんど存在しなかった
民間の投資会社を増やし、資金の流れを作ることでした。そのために新たな法律を作り、投資会社の設立を促しました。しかも金融機関に厳しい規制をかける先進国と違い、細かな規制を設けず自由を与えました。結果、習近平政権が誕生した頃からその数が急増。今や2万2000社を超えているといいます。国はさらに税の優遇措置を図るなど、彼らの投資を後押し。投資会社はそれに応えるように集めた金をベンチャー企業に流し込んでいます。この先、中国が新たな成長エンジンを獲得できるか否か、その鍵を握る存在となっています。この日、ハンさんはある会社への投資に動いた。バーチャルリアリティの発表会で目をつけた恋愛体験ゲームを作っている創業2年のベンチャー企業だ。这个是负责建模的吗？他是负责建模。哇，对，我觉得对人物形象也是我印象非常深刻。バーチャルリアリティは国が定めた重大成長産業にも関わる技術。ハンさんが特に力を入れている分野だ。你们两个公司内是你们两个是股东。然后这个资本方有几个？投資を決める前には必ずトップと会う。見極めるのは自分たちの技術に本当に自信があるかどうかだ。咱们那个鸟妹日记，你上线之后，你有信心说在短期内把你投入的成本收回来吗？这个我倒是没有那么大期望，就是我是有觉得可能是投入中，但是我觉得这个产品肯定会在市场起。所以起，我觉得会有引爆点，但是从投资方来说，他肯定希望的是说尽快的有回报嘛。投资方是这么想，投资方 VR 投资是投未来，你说短期他有报的。回报，那你真的还不如投手游啊，成熟的 IP。首先，资方如果愿意去做 VR 这个领域的话，首先他应该有这个觉悟。咱们这个实话实讲，对吧？你有 VR 这个领域的事儿，我还继续开发手机的这种 VR。ハンさんの挑発にも強気の姿勢を崩さなかった経営者たちが気に入った。うまくいきそうですか？肯定会成功。我投资到现在没有失败的案例。イギリスに留学し、大学院も出たハンさん。しかし、専攻は美術。投資の知識は独学だ。到这个中国青年海归网，这我们就是中国青年海归协会。そのハンさんの投資活動の武器は、全国に60万人の会員を持つ留学経験者団体のネットワークだ。国家の指導者も留学経験者たちを企業や技術革新を生み出す新戦力として重視している。那这个是我啊，对。ハンさんはこの団体で2万人を束ねる支部長を務め、顧客も投資先も多くをその人脈から得ている。投資という資本主義的なビジネスを支えているのは中国ならではの見えない人脈の力だ。私は支部長なので一般会員より優遇されています。普通じゃ手に入らない情報も入ってくるし、それに政府の大きな会議にも代表として参加できるので、政府の人たちとの人脈も作れるんですよ。とにかくとってもありがたいネットワークなんです。1800兆円とも言われる個人資産を成長産業へ注ぎ込む新たな民間投資会社。さらに、全く新しいやり方で個人資産を集める金融ビジネスも登場、脚光を浴びている。それが
インターネット金融だ。インターネット金融は、その名の通り、ネットを通じて庶民から金を集める新しい金融だ。数年前に登場し、急拡大。今、中国全土で2000を超える会社が、10兆円を超すマネーを動かしている。利率は高いもので、年 13% を超える。株価の乱高下で痛い目に遭った個人投資家たちが、雪崩を打って乗り換えてきている。うちの主人が140万円株に投資して530万円儲けたの。こんな簡単に儲かるんだったらと、家を売って株につぎ込んだら、株価がいきなり4分の1に下がっちゃった。売った家は2400万円。それが全部パー。それに給料もつぎ込んだし。だから私は株をやめてこれに乗り換えたのよ。このインターネット金融の先駆けとして注目を集めている企業が金融庁の一角にある。下面是不是还有一个对吧、啊、誘導も今全国から視察が殺到している。この日は広東省から銀行の支店長クラスを集めた視察団を迎えていた。従業員200人、平均年齢は29歳と若い人材が動かす会社だ。誘導網の売りは金を集めるスピードだ。まず事前審査を通った企業の情報をインターネットで公開する。募集の大半は比較的容易に資金を集められる100万円単位の融資だ。このケースでは年利 9%、 返済は12ヶ月後、しかも元本利息ともに 100% 保証付きだ。求める金額は日本円でおよそ150万円。募集を開始するとすぐに金が集まり始めた。对，现在又有人投了，投了60%了。这里被人投了9240块钱。次々と金が集まってくる。好，现在这个标已经被人投完了。募集进度是100%，然后剩余可投是零，将近40分钟。现在这个。8人が金を入れた。融資の焦げ付きは1000件に3件の割合。その場合、誘導網側が負担する。日本では貸金業法などで規制され、認められないビジネス。中国ではスマートフォンなどで誰でも簡単に参加できる。是我投的。这是我自己买的。我自己买的。三万多。我钱、我没钱。当然。こうして集められた金を成長産業の企業に融資として貸し出す。返済時に 2% 程度の手数料を上乗せ、これが誘導網の儲けとなる。従来の金融機関なら1ヶ月程度はかかる融資を平均1週間、最短2時間で実行。このスピードで小口の融資を数多くの企業に行い、業績を急拡大させてきた。この会社を率いる周漢さんは、企業向け金融にインターネットを導入したとされる人物だ。大手メーカーの財務担当だった周さん。下請け企業の資金難を目の当たりにし、7年前に誘導網を立ち上げた。昨天一天的投资金额1459万9000。金额不等，总总退了，但是在往上走，对，往上再增加，对。
融資の対象は成長産業への展開を見込める有望な中小企業に絞っている。これまでおよそ1万社に資金を提供してきた。中国の民間企業は全企業数の 99% を占め、都市の雇用の 80%、 GDP の 60%、 税金の 50% を担っています。にもかかわらず受け取った融資は全体の 30% にも満たないんです。私たちは資産を持つ人々の力を結集して経済成長に貢献している民間企業をサポートしたいんです。今や2000社を超え、金融界の一大勢力となったインターネット金融。中国政府はその金を集める力にますます期待を寄せている。希望我们的行业发展能够更快地成为什么呢？整个我们社会当中一个重要的推动力，也希望在新的这个发展机遇当中能够把握这种机会，最后祝大家一切顺利。インターネット金融の先頭を走る誘導網は2年前上海市から異例の出資を受けた。この写真は2014年に上海市政府が我々の活動に関心を寄せてきた時のものです。上海市は誘導網に成長産業を育てるためのあるミッションを授けた。その舞台は上海市宝山区。中国有数の鉄の町だ。上海市のミッションは低迷する重工長大産業の下請け中小企業を再生すること。成長産業に展開できる有望な企業を見つけ育ててくれというものだった。この辺りの中小企業は国有製鉄所の下請けでしたが、製鉄所が縮小する中で下請けも変わらなければなりません。そのために欠かせない金融サービスを提供するのが我々の役目なんです。この日はある鉄工所に調査にやってきた。上海の国有製鉄所の下請けとして長年やってきた会社だ。現場深くに足を運び、データからは見えない企業の強みを見極めるのが周さんの流儀だ。この工場は異なる金属をピタリと溶接する高い技術を持っていることが分かった。上面就是可以的，上面就是不锈钢的啊，下面是碳钢的，它是一半一半的。この技術は新素材の溶接など新しい産業にも必要だと周さんは見立てた。こうした下請けの企業が既存の金融機関から金を借りるのは容易ではない。鉄関連の工場となればなおさらだ。宝山区を担当する社員も加わって聞き取りが始まった。那个我们啊，宝山就业余额反正我已经结清了吗？还没结清，还有大概两三个月吧，完了吧？到十月份。余额就是五万五了呗？对，就是五万五。这个利率是多少？我这个比较高的，临时性的，临时性的一个额度，一个额度，就说大致这个额度的范围是多少？这个是根据我们的评估哈，就像你这个情况呢，当然最终的评估结果是我们的风控部门给出来的。嗯。今天我是预计的，大概在十万元人民币以内。作为我们来说呢，其实。希望就是说手续简单一点，这就是方便快捷，对不对？方便快捷。很多银行他看到我们跟钢制带钢制的企业，他一刀一刀切下来了，一刀切下来，原来被钢贸害苦了，对对，所以说一朝被蛇咬，十年怕井绳。有钢制他都不带，有钢制不带，其他的没什么了哈，没什么，谢谢，对对对，好好好，好的，好，那你帮我这个水干啥？必要な運転資金は日本円で。およそ150万円、担保はなし。
この資金をインターネットで募集する。果たして人々は募集に応えるのか。あ、金朵，这边有23%。啊，谢谢杨总，我们快投了。一人で5万人民元を融資してきたのか。年化收益高呀，9%。有钱就投。投完了。もうどうだった？何分ですか？20分钟。20分。金を入れたのは7人。リスクを再度確認した後、鉄工所の口座に振り込まれる予定だ。中国の民間企業の資金繰りには特徴があります。借りる期間が短い、金額が小さい、頻繁で、いつも急に資金が必要になる。でも銀行は審査に時間がかかるので、急にという需要を満たせないんです。うちは違います。企業の事情に配慮して1日2日で審査を通すんです。誘導網が成長産業と見込んで力を入れている分野がある。地方の農業法人だ。農業は国の重大成長産業にも関わる分野だが、とりわけ融資が行き届いていない。この日周さんは融資先である安徽省の大規模農園を訪ねた。最近洪水の被害に遭ったと聞き、視察にやってきた。这家是我们的一个借款客户，他是种植猕猴桃的啊，种植猕猴桃的一个养种植户。今天因为这个前一段时间全国这个洪涝灾害，我们来看一下这一家我们的借款客户他有没有受灾，所以我们今天来了解一下他的情况，来看看。谁受灾了？这是受灾了，受灾了，受灾了是吧？哎，受灾了，对。我看情况还可以吧？成了，现在这个淹了一下，反正我们这里水主要是过一下，过水了。哎，过水过了。誘導網で資金を得て、大規模なキウイの有機栽培に乗り出した農業法人。今年は大豊作と見込んでいた矢先だった。今年这个水啊，我看到这上面都有一些泥，是这个水过了，水过了一下，淹过这个地方。对对，到了这个果子这，对，到了果子这一块了，到了果子。是10%、20%还是30%的？大概要四成，四成。哎，要营养四成的。さらに周さんは淡水魚の養殖会社にも足を運んだ。誘導網で集めた資金をもとに魚の種類を増やし、大規模化を進めていた。しかし洪水で水かさが増し、購入したばかりの稚魚がほとんど逃げてしまったという。我现在有70-80万，因为还有房子这种，还有电机啊，这些东西都电机都受损。我应该鱼苗，我是放的小苗子，数量那就不能讲了，上数量都几上千万位呀、啊。就是这样，我们是这样的嘛。一个就是讲，如果我们需要资金的时候的话，就尽量的给我们一些便捷的服务嘛，方便一点。我大概现在养的不多，大概都是30-50万块钱。事業の存続には追加融資が必要だった。しかし融資のリスクは極めて高い。国家から成長産業に資金を流す役割を期待され、急拡大してきた新興投資会社、そしてインターネット金融。莫大な個人資産を成長産業に流し込み、1日に平均12,000社を起業させています。
しかし、国の思惑を超えて過熱する投資ブームがここに来て様々なトラブルを引き起こしています。去年12月には中国史上最大ともいわれる詐欺事件が発生。インターネット金融会社の幹部が集めた7500億円以上を着服。被害者は90万人に上りました。この事件以降もトラブルは絶えません。インターネット金融に関するトラブル相談窓口です。我这边那个钱被骗了。是怎么骗的呢？是这个平台联系不上了。是从什么时间开始的呢？是从上周。毎週電話やメールで600件を超える相談が寄せられます。その多くが貸したお金が返ってこないというものです。これは問題になったインターネット金融会社の一覧です。トラブルにもいろいろあります。このマークがついているのは社長が夜逃げして行方不明になったケース。これは警察が捜査に入ったケースです。これまで世に出たインターネット金融会社の3社に1社が客との間で問題を起こしてきたといいます。今年8月、国はついにインターネット金融の規制に乗り出しました。貸出金額の上限や融資審査の厳格化などを定め、行き過ぎたブームを何とかコントロールしようとし始めています。しかし、儲かる投資先を求めて押し寄せるマネーの勢いは未だ衰えていません。投資ブームが過熱する中、投資会社同士の競争も激しさを増している。あの樊少啓さんも新たな投資先を求めて過酷なスケジュールが続いていた。特別累，我昨天晚上没睡觉，昨天晚上一直写报告。競争を勝ち抜くため、より大きく、よりリスクの高い投資案件に踏み出そうとしていた。この日訪れたのは、中国政府も重視する環境エネルギー分野で大きなプロジェクトを動かすベンチャー企業。農業廃棄物などのゴミを燃料に電気を生み出す、いわゆるバイオマス発電だ。この会社の独自技術は燃料の作り方にある。農村で環境問題の原因となっている農業廃棄物、それを燃料に変える。廃棄物をこの装置に投入すると、独自の圧縮技術で固められ、燃料となって出る。咱们的专利就是这一个机器是吧？这个机器是我们先投研发。大学の研究者だったこの起業家が圧縮技術を開発。同じ重さの石炭の半分ほどの燃焼力を実現したという。しかし、この発電所建設プロジェクトには想定外の大きなリスクがあった。地方政府から土地を格安で払い下げてもらったが、建設計画の甘さもあり、基礎工事で資金が枯渇。1年以上工事は止まったままだ。可以，你如果
考虑这些进来的话，这也是短平快，对对吧？一年就发电了，发电了每天119万就进来了。1年も塩漬けになった工事の再開には中止していた間の保証問題や基礎工事のやり直しなどリスクがつきものだ。会社側は海外からも引き合いがあるとアピールするが、果たしてリスクに見合うリターンはあるのか。那你现在是什么？你现在是释放多少股权？要想拿多少钱？释放70%，嗯，2亿进来，怎么算？大家共同协商、探讨、谈判。2亿什么时候回本？嗯，我什么时候回本？4年。4年回本。4年还本付清。就我们资金其实也是从投资人私募过来的，那么很多投资人一般的就是要求半年有回报。就刚刚说的，我如果我要投这样的一个环保产业，当然从长远的发展来说，这也是必须的，支持国家产业是吧？是，对吧？而且你可以做大做强。对，就刚刚说的，我要计算一下我的回报率有多少。如果，因为我不能，我2亿进来了，我还半年还没干完呢，我要还你，那我不相当于我自己。建设周期要9个月。对。那么我这个技术，我希望用到整个地球。孙总，你到底想干嘛？你是想要赚钱，对，只想做情怀，对吧？我就是想赚钱。对，我喜欢跟只想赚钱的人合作，对吧？我特别害怕跟做情怀的人合作，你跟他说不通的，对吧？大家目标是干嘛？投资額が大きいだけに、失敗すればダメージも大きい。しかも顧客が期待する短期での利益の回収は見込めない。ハンさんは投資を見送った。顧客からのプレッシャーがきついんです。できれば環境エネルギー産業への投資を増やしたいんですが、今回はちょっとね。でも最初から私がやってたらうまくいってたのにね。ハンさんが自らに課す年率 30% もの高い利回り。小刻みに投資を重ねなければ実現は容易ではない。国家の期待と顧客の利益との狭間で結果を出し続けなければならない重圧と日々隣り合わせだ。这个是我毕业的那一天。我どこの大学ですか？爱丁堡大学。对。何を勉強した？就是数字媒体，跟你们一样的专业。对对对。然后学校的，因为优秀毕业生嘛，学校的领导就会跟你合照，就那一天笑得比较灿烂。ということは今は暗いんですか？没有了，没有了，就回到中国之后就。投資に携わる人間は皆暗闇の中を前に進みながら良い結果を出そうともがいています。自分が中国の発展に貢献できているかは分かりませんが、できるだけ多くの起業家を助け、彼らがチャンスを得られるよう努力するしかありません。競争を勝ち抜くために貪欲にビジネスを広げてきたハンさん。しかし、玉石混交のベンチャー企業を見極める難しさを思い知らされる事件が起きた。哎，我真的真是这次非常头疼，我从来没有发现过这个医生会干出这样的事情，真的是有非常头疼。トラブルの相手は地方の有力者の紹介で投資してほしいとやってきた東洋医学の医者だった。壺押し健康法をビジネスにしたいという医者に賛同し、ハンさんはオフィスを用意、ビジネスプランも企画書にまとめた。ところが問題が起こり、ビジネスを中止せざるを得なくなってしまった。五间，就1、2、3、4、5，这边都是，一整片都是。我是在8月22号的时候发现他拿着商业计划书，那在广州进行一个非常。中止の原因は、医者がハンさんの企画書を餌に
違法な恐れのある金集めのパーティーを勝手に開いたこと。これがハンさんの言い分だ。地方の有力者からの紹介という人脈への油断があった。ハンさんからの電話には出なくなった有力者側に仲間が代わりに抗議することになった。話はどこまでも噛み合わない。人脈こそ中国社会での成功の鍵と信じてきたハンさん、その人脈に初めて裏切られた。但因为这件事情之后，我就觉得以后合约说话，你先交钱，我后面帮你做事情。不好意思，没有朋友了。对，所以对我来说，我的人生造成的影响就是说，不再相信任何人。那还有这一件故事啊，听听。秋雨が続く中、誘導網は新たな事態への対応に大わらわだった。8月末、国がネット金融の規制に乗り出し、融資の審査を一層厳しくすることが求められるようになっていた。調査にかかる時間とコストが劇的に増え、自慢のスピード融資への影響も懸念され始めていた。その最中、難しい融資の審査が始まった。水害にあった2つの会社への追加融資だ。まず国が進めている農業、農村、農民の問題解決を我々は支持することを前提に話を進めよう。まず養殖会社だ。洪水で水が溢れて魚が網を越えて逃げてしまった。450万円の追加融資を検討したい。極端な場合ですが、もし半年後に同じことが起きたらどうするんですか？融資を回収できなくなってしまいますよ。我々の調査ではこの会社の信用度はとても高い。なのに地元の銀行はこんな少額の融資は相手にもしない。だからこそ我々を頼っているんだ。それともう一社、キウイだ。できればこの農業法人にも150万円を追加融資したいんだが、どうだろう？気になるのは、これらの会社に他に安定した収入源があるのかということです。正直なところ、私は追加融資にはリスクを感じます。気持ちはわかるが、彼らのこれまでの経営を見ても、悪い信用情報は一切ない。家庭も安定してるし、子供もちゃんと学校に通っている。それに保険といってはなんだが、地元政府の幹部とかなり親しいようだ。なら私は追加融資してもいいと思います。他に借金はないんですか？貸しているのは我々だけだ。それだけで他にはない。周さんはメンバーたちのリスクへの懸念を押し切り、追加融資を決めた。私たちの役割は、中国の人々の資金と富を最も価値を生み出せるところに流すことです。つまりそれは小規模な民間企業です。私たちは末端の人々、いわば国家経済の細胞と付き合っています。私は彼らの中に中国の底力を感じています。リスクが高い追加融資にも金は集まるのか？始めてから何分ですか？余場内也就5分钟吧。いつものようにあっという間に集まった。
誘導網に運転資金の融資を依頼していた鉄工所。インターネットで資金が集まってから6日経っていた。なぜか表情が冴えない。お金入ったんですか？結局8円。啊，待会儿你问他好了。很慢，很慢，很慢。没事，哎，反正我们该工作还是要工作。嗯。誘導網の担当者がやってきた。啊，那没关系，哎。因为这个东西怎么说呢，现在目前。下半年的话本来就是贷款形式给了本来就在收紧、然后风控这边呢也比较忙，然后你呢已经在扎针处理了、然后昨天所有的东西都已经交进去了、中秋节后一定给你一个满意的答复。 好吧企业の命をつなぐスピード融資、規制の枠の中でその役割を果たし続けることができるのか。入金までには一月以上かかった。手痛い失敗を経験したハンさんに嬉しいオファーが舞い込んだ。大物投資家が立ち上げたビッグプロジェクトに参加を請われたのだ。ハンさん、今日からどんな仕事？新たに基金の運用に参加します。主にテレビ映画などエンターテインメント産業への投資です。運用資金は1500億円ですよ。国家が新たな輸出産業として重視するエンターテインメント産業がハンさんの次なる投資の舞台だ。私は狼のような人と仕事をするのが好きなんですが、今の私の会社は安定志向の人ばかりです。でもこの新しい基金の会長は私と同じように野心的で、一緒に仕事を楽しめると期待しています。目指すところも同じだし。投資家ってのは狼じゃないとダメなんですか？そう、絶対にダメです。国家の思惑に寄り添いながら、ハンさんは有望な投資先を探してまた旅を続ける。一日1万2000社が起業するベンチャー大国中国。その中から次世代産業の担い手をどれだけ育てることができるのか。今日も成長を信じる14億人のマネーが金融庁を飛び交っている。